はい、ごめんなさい。全言撤回します。まあもう丸く収めようというふうにまあ思ってたんですが、これは無理だなと思ったんで動画出します。鴨頭嘉人がですね、昨日の、青白磁のライブ配信で、スパチャを投げていて、まあそのコメント、見せます。はい、峯島社長さんの、ツイートからです。鴨頭嘉人、YouTube 講演家、鴨頭嘉人についてどう思われますか？以前ご自分の口から話していたことも含めて、応援してくれているファンの方を裏切らないように、正直に誠実に答えてください。峯島さんの、コメントがこちら。鴨頭嘉人のスパチャが胸くそすぎる。切り抜きさんの番を人質に取って、こんなスパチャ青白磁に投げてるんだよ。これ信じられないだろ。青白磁はベタ褒めしかできないよ、こんなんじゃ。はい。ということで、鴨頭嘉人本人から、昨日の、青白のライブ配信で、こういうコメントがあったということです。今考えていることを、ここで口にすると、チャンネルバンになるんで、言うのはやめます。ですが、この鴨頭とね、僕の共通の、知り合いの人とか、いると思うんですけど、ちょっと、気をつけてください。もし、僕が鴨頭と直接顔を合わせてしまったら、僕はおそらく事件のあの犯人と同じ状態になってしまうと思うので、僕と鴨頭は絶対に合わせないでください。気をつけてください。やれることは、言論でやりますんで、気持ちとしては、そういう気持ちを持ってますということだけは言っておきます。一つ言えることがあるとしたら、鴨頭嘉人は大川隆法と全く同じです。鴨頭嘉人は大川隆法と全く同じです。情報ありましたら DM ください。動画作ります。以上です。